まあ、久しぶりだ。いや、まあね、クソみてえなコメントが来たんでね。まあ、何歳ですか？かわいいとかコメントしてきたやつがいたんですよ。だから適当にね、1032歳ですって書いたんですよ。まあ一応、なんだろうな、俺はね、かわいい絵とかをそういうの見てるんですよ。ツイッターで。で、一応やっぱ、まあね、いろいろなんか18歳以外見ちゃいけないみたいな。なんでって。それも俺なんかすごい昨日嫌な夢見た。普通になんか、16歳で死ぬ夢見た。普通に今16歳なんですけど。うわー、なんか最近そういう夢ばっか見んだよな。嫌だな。だけどなんか死んだんだけどなんか生きてた。死んだけどなんか生きてたってやつがあった。怖えー。だからなんか今年やばいこと起きんだろうな。頑張ろう。ちょっと。で、なんかね、何歳ですか？可愛いってコメント来ても1032歳で適当にコメントしたらつまんなって返してきやがってよ。クソがよ、マジ腹立ったこいつ。あ、なんでお前みたいななんかゴミみたいな、なお前みたいなやつにはもう一生返さねえかな。俺コメント何歳ですか可愛いってゴミのゴミコメントしやがってよ。もしこれでツイッターの誰かが書いてくれたとしたら嬉しいけどさ、ねえ。でもそれでもこんなコメントすなよ、そんな人が。いや、クソみたいな。まず人に年聞くのキモくない？何マウント取りたいの？人の年で。なんで人の年を聞かなきゃ、なんでみんな年から入ろうとすんの？アホか？知らなくてもいいだろ、そんなもん。流れでつかめよ。なあ、俺の年なんかどっかの動画見りゃわかんだからさ。自分で探す努力をしろよ。俺は努力はしないけどね。ゴミがよ、人に聞いてばっかで。腹立つな、クソがよ、つまんねえとか言いやがって。つまんねえやつにつまんねえって言われるのが一番腹立つんだよ。つまんなってコメント一番つまんないからな。お前が一番つまんなくなっちゃってるんですよ。やっぱりそのね、つまんないものにつまんなで返すやつ一番つまらないんで、お前はゴミです。つまんないやつにやっぱ面白いもん見せる。つまんないやつは面白いもん見る資格がないんだろうな。面白くな、つまんないから。面白いものに変ななんかちゃちゃ入れるじゃん。黙って見てりゃいいのに、なんか変なちゃちゃ入れようとするじゃん。お前らなわく、めちゃくちゃザ・クロマニオンズの T シャツ着てた。なんかもう最近 T シャツないんですよ、これね。なんかあと俺もね、親から金踏んどっててね、違法お風呂洗いバイトをして、ちょっと金を稼ごうかな。違法なお風呂洗いのバイトをして、いやー、めっちゃ腹立ったこいつ。なんなんだよなあ。さあ、これロボヨシオだし、もう買えないやつだ。キモ。いやー、腹立つな、コメント欄。もうほんと腹立つんだよな。クソがよ。何歳ですか？かわいいだよ、いい。かわいいだよ。ゴミみてえなコメントしやがってよ。使い回された単語使いやがってよ。自分で考える努力しろ、ゴミが。ほんとに。オイラはムキムキマンののび太。これはいいよ。スーパーのび太プロテインが。でも、スーパーのび太プロテインが、オイラはムキムキマンののび太って面白いね。オイラはムキムキマンののび太っていうね。お前はプロテインなのにな。お前はのび太じゃないんだよな。お前はスーパーのび太プロテインなの。スーパーのび太専用プロテインってことでしょ。お前はのび太じゃないんだよ。ムキムキマンののび太ってね。ムキムキマンのび太でいいのよ。ムキムキマンののび太っていうね。オイラになるんだね。まあ、それは強くなるな。部屋綺麗で草。草とかコメントする。草とかコメントせずもう、クソがよ。草なんてコメントしやがって。何がつまんなで、おめえのコメントもクソだぞ、本当に。クソだぞ、お前の場合は。草じゃねえからな。ちゃんと www でね、草原を生やしとけ。草じゃねえんだよ。しっかりと笑え、腹から。草のアンチです。はい。いやでも、草って笑われたら、はって思わない。なんでお前って。何草って。丸々で草ってなんかもう、すごいなんか省略してるよね。わら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 ってつけんのさ。くさーで一個で終わらしてんじゃん。なんかすごい、やっぱその、上から目線ってお前に対してそんな労力はかけねえよ感があるじゃん。くさーで一文字で終わるじゃん。普通はめっちゃ笑ったよ。W4 つとかさ。労力をコストして見てやってるんだぞ。笑ってやってるんだぞ。側の姿勢が見えちゃうよね、俺には。だから俺こいつはもうね、こういうゴミみたいなね。腹立つな。でもみんなゴミだからな、世の中大体。大体ゴミなんですよ。しょうがない、それは。
うん、だからもうこういうやつらとね付き合っていかないです。俺は全然黙って見ててください。俺はお前らにコメント返さないんで、もう一生返したいコメントにしか返さない。もうコメントの返しなんて一生しねえよゴミが。そいつ 2SI のなんかね、あのしょうもないなんか FF のなんかバグでなんか笑ってるような連中でしょね。まだそこなんで、まだそこにいるようなやつ、確かにあれは面白いですよ。それをアイコンにしてるキモいよな。まあ確かに俺のなんだろうな、あれですよ、アイコンもありますよ。なんか俺のサバ缶とのアイコンはなんだろうな、あれですね、あのメグインさんがなんかあーって白黒になったやつなんですけど、まあ、特に理由はないんでありです。俺のは、俺は特になんか適当にやってるんで、そんな意味とか込めてないんで。すごい自分を肯定しようとするな。なんかそのもうメグインさんがオワコンになったから、もうメグインさんはもう死んだみたいな、そういう意味が込められてるんじゃないかなと思うけど、俺メグインさんがオワコンになる前から、まあ、オワコンっちゃオワコンなんだけども、正式的なオワコンになる前から俺はそのアカウント使ってたんで、まあ、春田さんもうコメント返したくねえな。本当にこういうやつがいるからさ、何が部屋綺麗で草だよ。部屋が綺麗で笑うなよ。本当になんでお前笑ってんだよ。部屋が綺麗で俺の違う雑談で笑えよアホ。普通に名誉毀損になるな。なんで名誉毀損に、お前に名誉なんてないだろ。そんな毀損とか言いやがってよ。腹立つ。最高の YouTuber になると僕は確信にしています。マジでこれ多分 Twitter の人がなんかミランダカーって名前でやってます。はい、みんなすごいね。あとダブルアップルパイってやつがね、行き過ぎがーとか言いやがって、もうクソがよ。そんなコメントすんじゃねえよマジで。なんで最後の5秒だけ無敵雑談でそんなゴミカスみたいなコメントしてんだ。おい、音劇エモいって、最悪だ。最悪の再生リスト作ってるこいつ。音劇エモいって、どんだけ最悪なんだよこいつは。音劇 M はこういうダメだよ。こんなことしたらガチで訴えられるよな。ね、ふんはみくかとってなんだこれ。うん、ナルセのホームページ見るよ。なんかよくわかんないね。アイコンでね、最後汚って言ったけど、それは本当その通り。本当に汚かった。よだれがなんかジューって出て、なんでそんな最後撮ったんだろうと思って。それはもう正論。1個目いただき。気持ち悪いね君はって、腹立つこいつ。気持ち悪いね君はって口を聞きます。うわモンストキモ、ヘッダーモンストポケモン GO 吉田マリオ、最悪だこいつね。えもう最悪です。もう関わりません。ね、もう面白すぎでしょ。これ面白くないけどね。お前は全く面白くないけど、俺が面白いと思うことによって面白くなれるタイプで、お前に人権はないんだけどね。普通にレクイエムを、おう。空白のラストページを。ツッコミはくだらねえって言ってね。確かに TikTok にツッコミをしたら予想外の決断待つ。まあ、これは全然できなかった。違法 1g5000 兆円する半物質を辛く生み出すつって、なんで俺が半物質を作ろうとしてんのかこの人分かってないのかな。半物質生み出したらさ、めっちゃ金になるから、金が欲しいから俺半物質生み出そうとしたんじゃん。違法じゃねえんだよ、朗報だ。アホがよ。あと生み出してないしな、残念なことに。でもでペットボトルぶん叩いてさ半物質作ろうとするってすごいね。科学に対する冒涜だよね。科学のアンチじゃんなあ。だからといって俺はなんかヒッピーっていうかさ、自然に帰ろうっていう派閥の人でもないで、ただただ科学のアンチっていう、全然その文明の歴史使ってんのに科学のアンチっていう、なんか何とも言えない立ち位置っていうか、中途半端な立ち位置ですね。いやー音楽聴きたいけど喋り始めちゃった。なんだっけな、話すことあるかな。寿司食いてぇ、寿司食いてぇなぁみんな、俺も寿司食いてぇとしか思わない。常に俺は寿司を食いたいなと思っている生命体なんで。
流れ星か、はい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 、ロボの石か、おい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 。いやー腹立つね。やっぱコメント俺も見ないよ。クソみたいなコメントしかみんな書かないから。いやでもみんなじゃないんだよね、嬉しいコメントね。すごい YouTuber になると思いますよって言ってくれたらめちゃくちゃ嬉しいじゃん、それは。いや嬉しいって、嬉しいよって。で全然嘘泣きするんですけど、嘘泣きじゃないな、ただ発狂してるだけだな。柔らかめの発狂してるだけだ俺は。まあね、そりゃこのなんだ、最高の YouTuber になると僕は確信しています、マジで。ってこれはすごい嬉しいじゃん、超嬉しいじゃんこれは。でもなんか口調的に多分あの人なんだよな。タントンタンタルタントン、喋ることねえな。寝よ、バイバーイ。俺はもうね、音楽聴きたいんで。雑談したいからね。達者でな。